日々の指針、13日の指針。実際にやってもみないで、やる前からやれない、ダメだ、できないと段を下すことほど愚かなことはない。自分の頭の中だけで判断し行うのであれば、今のあなたからは一歩の進歩もありえなければ、大きくもなりえない。体験のみが人間成長していくための課題である。今までに経験や体験がないからこそ躊躇してしまう、考えてしまう、自分の一定の枠内で決めてしまうのである。ならば、一つの新しい経験を積むために一歩前進すればよい。前に飛び込めばよいのである。必ず道は敷かれている、開かれているのである。